欧州選抜を使えばワールドクラスの日本にも勝てる説というのをやっていこうと思います。ワールドクラス、このゲームレベルをワールドクラスにしてやっていきたいんですけど、で以前こっちが日本で向こうがワールドクラスの時に7-1ぐらいでボコされました。だからこっちが欧州選抜を使ってコンピューターレベルがワールドクラスでも勝てるんじゃないかということでやっていきましょう。ちょっと欧州選抜のメンバー楽しみやな。なんかめちゃめちゃ心強いわ。行くぞみんな。もうこれシュート入るんちゃう、全員星ついたよね。はい、どはい、やばい、ライン低い、ライン低い、上げんと。おお、ダイビングヘッド。取れん。こいつ運転して、あ、もうそういう攻撃してくれたら助かるわ。サイドからヘディングちょこんって。これどう、よいしょー、全然ダメ。とても苦労して止めたようには全く見えませんでしたね。勇敢なのか、それともただのバカなのか、判断はお任せしますが、あんなところから得点できるわけはありませんね。言い過ぎでしょ。ワンチャンあるでしょ、このチームだったら。つながった。ない。やばい。やばい。もうそっち。これヘディングしげたか。ああ。今のはやってみる価値はありましたね。なんでこのシュートはその褒めと。でかい。さあ、ボールの行方はどうなる。来た。勝てるよな、さすがに。なんで。やばい。で、ディフェンスはめちゃくちゃさ、離れてるやん。あ、下手い。ボールを抑えられない。来た、ゼジダン。おー、いや、いいいい。ここで決めろ。あー、えぐいヘディング決まった。えぐいヘディングやった今。顔投げよ。まあまあまあ、まあさすがにね、勝ちますよと。うちも相手がワールドクラスだろうが、欧州戦も使っていいんで。いや強い、フィジカル負けた。いない、おい、おかしいでしょ。では今のゴールをもう一度見てみましょう。いやいやいや、カン取れたって。芸術的な細かいパス回しからチャンスを作り出しました。いや、やる気ないやん。忖度しなくていいんだぞ。ここで勝負は振り出しに戻りました。フィーゴ、サウル、ナイス。あいつ、おい、来た、イエーイ、マイケル、マイケル。最初は止めたんですけどね。いや、キーパーよく頑張った。彼は素晴らしいスライディングタックルでボールをカットしました。いや、無理か、さすがに。キーパーはまるで当たった宝くじ券のようにボールに飛びつきました。全然意味わからん例えしてる。誰もピンときてないし、2対1、計3点入っています。点差は1点でハーフタイムに入ります。金田さん、あなたはこれまでをどうご覧になられますか。まだどちらが有利かということは何も言えません。うまくつながった。おい、取りかごか。パスをつないで次の展開に備えます。ダメージされてる。いや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 、日本、嘘つけ日本。これがゴールの瞬間です。うますぎん、ジャンピングボール。パスワークでゴールまでつなげました。チームプレーの勝利ですね。いや、チームプレーじゃないでしょこれは。圧倒的な技術や。これで両チーム再び同点、接戦です。いや、これで何何何、カードなしです。助かったという表情をしていますね。へい、危ない。これはワンチャン狙いの。まず疑問なのがベッカムの坊主よ。ベッカム坊主やったっけ。なんか2002年ベッカムヘア流行ったけど。ディフェンスに取られる論外。
ボールをキープしてから彼らがどう動くか注目しましょう。うわ、ラインが低いか。そうなんだよ。オフの。シュートは外れました。キーパーは楽勝ですね。楽勝ではなかったよ今結構。もしこれがまた繰り返されるようなら、サポーターはこの選手に向かってブーイングを始めるかもしれません。いや、しないしない。結構後ろから頑張っていたけど。今の状況。これは当てるのが精一杯。いや、つながってく。取れてないって。さっきのプレー見ました？え？彼は無駄にスライディングしていますよ。そんな。言い方ひどない。稲本。あ、ちょっと選手交代でさ、他にサブどんないんのかね、スーパースター。まあ、このスタメンはね、ダイスだと知らない。トッティ。トッティ出そうよ。ちょっとダイスラー変えて。アンリ。アンリは、メンディエータ、カンナバル、うわぁ、ネドベド、うわぁ、ネドベド出したい。ちょっと、フィーゴかな。うん。あれあれ、3枚買いやったっけ。試そうというのでしょうか。監督の指示で複数の選手が交代されます。悔しそう、交代。あれあれ、3枚買いやった。気のせいか。ネドベドとフィーゴ交代。アンリをメンディータと交代。トッティを出してサイレント交代してる2人。フットサルみたいな変わり方してるやつ。これはチャンス。ここからどうする。やばい。取ってくれ。な。やってしまいました。PK。マジか。彼らはあの位置からゴールを決めるチャンスを手にしました。決定的な場面ですね。ガチ。テンションが高まります。左真ん中草。はゴールです。これは大きなゴール。カーン豪快なシュートでしたね。これには監督も満足でしょう。いやカーン、さすがにカーンひどいわ今のは。忖度ですや。勝ち越し点が入ったところで残り時間はあとわずか。完全に忖度入ってますよ。ディフェンダーがボールを支配します。ほら、もうあと蹴ってくるだけや。もっと真剣に頼みますよ。そんなシュートは時間の無駄でしょう。時間ないよ。ロングスロー、これいける。この辺いきなり、すげえ無理。あとキープできない。来たぜ。どこ出してんのよ。終わらんといて。終わったー。タイムアップをホイッスする。もう一息でした。負け試合とはなりましたが、監督もそれほど気落ちすることはありません。最後のホイッスルが鳴る前に、これはベッカムです。彼らにとって致命傷となりました。金田さん、アジアでこれ欧州選抜。もう支配率7割日本枠さん。そう、まあワールドクラスでもまあ戦えるけど、結果、負けました。ということで今回は終わります。以上、バイバイ。